いざ役者人生の終わりに人狂いしてみそうぞ。團十郎は歌舞伎界の征夷大将軍。血筋も大事だが芸も大事。團十郎の真骨頂といえば何でしょうね。それは荒事だろ。その通り。しばらくや鳴神弁慶につける曽我五郎を豪快に演じてこそは天下の市川團十郎ってもんだ。見ているうちにどうにも体がムズムズうずいて踊りたくなっちまったんだろう。俺は役者家業から足を抜いちまった人間だよ。せんくろー、おっかさん、すり込むように踊り仕込んでくれたおっかさんに俺は何にも報いちゃいない。何一つなら報いておくれ。四代目市川團十郎の名跡お継ぎ遊ばされ終着至極にござりまする。これ以上團十郎の不在が続くこと相ならんと二代目よりお叱りを受けました。さすれば四代目團十郎の名跡をここに受け継ぎ江戸歌舞伎のために死ぬる覚悟を決めた次第。うちに乗り込んできたのは追い出された石返しだぜ。銭勘定が仕事の帳元のみで盾作者になりてえなんぞと抜かす跳ねっ返りを、へえそうですかと許しちゃ300近い人間を抱える中村座をまとめられねえ。ガバナンスの問題にすり替えてやる。ただあの野郎が裏金やら賄賂やら中村座の裏の裏まで知り尽くしてる。厄介だぜ。内部告発は怖いか。思い切ってやっちまうか。お口封じ。わしの姿はな、歴史に名を残すような役者にしか見えん。江戸に歌舞伎が根付いて130年思い入れてたった3人だけだ。いい酒を備えるよう申しておきました。すまんな。芝居は役者の代表たる座頭が演目と配役を決めるのが本来の形、それがいつの間にやら客が入るか入らぬかで興行主が決めるようになってしまった。もしおめえさんが中蔵さんかい。どちらさんで。今日より大部屋のお仲間になります瀬川金次と申しやす。おい、瀬川金次さんというあの立山の瀬川菊之丞さんのお弟子さんで。はい、ついこの前まで女方を。いや、しかも中通りでいらっしゃる。師匠の色子だから引き立てられただけさ。おい、立てるってのも古臭いっちゃ古臭い。早く来るな。今夜のことは忘れてやる。面白いな。おかさん、やっぱり秋田は面白いよ。俺の差が面白い芝居するために出世が必要だな。俳優がりゃいい。死の頃考えた。役者は演じてなんぼだぜ。よっ。あわやのんどさたらなしたにかげさしよん。浜の二つは唇の慶長会合さわやかに赤さたの浜やらはおこそとの褒めやろ。一匹へぎにへぎほしはじかみぼんまめぼんごめぼんごぼつみだでつみまめつみざんしょうしょしょざんのしゃそうじょこごめの生がみこごめの生がみこんこごめのこのまがみしゅすひじゅすししちんおえまかへこもかへおやかへこかへこかへおやかへふるぐりのきのふるきりきしあまがっぱがばんがっぱが。お前さんはいずれ
八代目中村勘三郎を継ぐ人間だ。空き家になった伝九郎の名跡はあんたの長女の婿に入ったうちの次男坊が継ぐ。ノアに？俺がこの話に乗ったのはあんたを通じて市川團十郎の手綱を取りてえからさ。んなこと考えてやがったのか。芝居はこの私にお任せいただけますか。ああ構わねえよ。ありがとうやつ。聞き分けのいい子だ。はい、死んだ。やれやれ、脇差しだけではなく大刀も手放されるとは。あれを売った30両母上に差し上げた。まことにひどいなりでございますな。その風体では差し量がないとおかしゅうございます。これをお持ちなされ。剣舞中をあっと言わせることを考える、それが中村中蔵じゃないんですか。その通りだ。よっ